やっぱそうか。てっきり前回は、ここを入力して、で、このボタンを押したことによって、こいつが切り替わったのかと思ったんですけど、どうも違うみたいですね。ちょっと前回ね、よく見たらタイムログがあったんで、なんか、おかしいなって思ったんですけど、この中央のこいつは、どうやら、この針が、こんな感じで今動いてるんですよね、この針が。で、一周すると、切り替わるみたいですね。そうか、ってことは、ここに入る数字は、この組み合わせではないということか。足して15になるとも限らないんだな。とはいえ、この謎解きに、これが関わってんのは間違いないと思うんですよね。ってなると、やっぱこの丸と、この線の意味を理解しないと、ちょっと厳しいか。ていうか、そもそも、ここに入る数字のヒントがわからんわ。なんかあんのかな？俺なんか見落としてんのかな？例えば、これ今この状態で元気な動いてますけど、これをなんかもっと他にいい場所があったり。なんかちょっと反応するよね。一瞬反応あったんだけどな。ダメか、もう、これ以外ないのかな。これはこれで良さそうだな。え、どうなんだろう？諦め早いかな？うわ、ちょっと待って、これ。一回止めると針が元に戻るのか？うわぁ、余計なことしたっつっても、大体の法則っていうか、多分これ次、くるっと切り替わったら、横線が4本になってると思うんですよ。で、その次は多分また1に戻ると思うんですね、ここ。で、この丸は、一番上にあったよね、もともと。もともと一番上にあって、その次にここに来てたと思うんだよね、確か。で、今ここにあるから、2個ずつ下に下がっていってる。ってなると、次はここに来ると思うんですね。縦線は、最初、ここだった気がするな。だから、縦線は一個ずつ上がっていってんのか。ってことは次ここか。え、本当かな？本当かなって思うんだけど、これ、またこれ針一周するの待ってたら時間がすげえかかるから。本当ね、これさっきもね、こう、ずっとこう待ってる間ね、ずっとこの、なんだっけ、スレート？スレートでこうやってね、なんかね、令和とか書いて遊んでたんですよね。よくよく考えたら、令和一発目は前回でしたよね。今回、令和二発目のミスト5ですね。ちなみにこれ、なんだっけ、バーロは令和ってわかんのかな？わかるわけないか。どうしようかな。ちょっとバーロに拾わせてみるのも手なのかな。いやでもなんか今じゃない気がするんだよな。
ちょっと待って。これ。え、わかりづらい。ちょっと待って。どっか、なんかもっといい位置はないか。ちょっと待って。なんか、もうちょっと。6と1かな、これ。多分1だよね。4に見えなくもないけど、多分1だろうな、これ。で、このなんか、パックマみたいなやつは、これは、これは覚えがある。これでしょ。これ。つまり、あれがヒントだとすれば、ここが、6と1なんだよ。で、そっから、どうするんだ？これはさっきのやつから90度回転してるから、え、もしかして、6は90度回転しても6だな。こう？あ、これは土星ですね。土星じゃないか。なんか惑星ですね。え？いや、さすがにこれは違うと思うな。いや、もしこうだとしたら、この、こいつの意味がないもんね。まあ、一応試すか。これだから、これはだから180度回転するから、左は常に 6？ でもその時点でおかしいよね。左が常に6なわけないもんな。ってことは、いや、まあ、絶対違うとは思うけど、ちょっと待って。ここは相変わらず激しいよね、動きが。違うよね。いや、わからんのよね。そう、どこに変化が起こるかがわかんないから。いや、でもさすがにさ、正解だったら何かこう、わかりやすい反応があるでしょ。いくらなんでも。ここの数字が変わってないか。でもこれは絶対ヒントだと思うんだよな。どっかに変化が起こって、いや、絶対違うよね。やっぱこれをちゃんと理解しないとダメだ。この丸と縦線。もしかして？おお。線がない。横線がないぞ。あれ、予想外。これは予想外。いや、まあ、それは、いいのかな？それはいいとしてって思ったけど、良くないかも。よくないかもしれないけど、もしかしたら、この丸っていうのは、これ、
ほら、これちょっとこう、円運動というか、つまり丸は、この、左右のつまみの、ことを表していて、縦線は、この、こいつのことを表してるんじゃないかな。だとすると、これ横線が入ってないっていうことはもしかして、でも多分これ次回転したらまた横線入るんだろうな。元に戻るよね、きっと。一番最初の状態。多分この横線が0123っていうのは、この4台の、こいつらのことを表してると思うんですよ。あ！見て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 これ。丸が6、縦線が1。待って、これ逆か、ひょっとして。こっちが1なんじゃないか？こっちが1で、で、次は多分丸またここに戻るよね。丸がここで、縦線が最初ここだったと思うんですよ。ってことは、40？でもこれ0ってさ、ほら2つあるんですよね。え、0が答えになることあんのかな。で、次はここに丸があって、で、縦線がここにあったから、3、2？ 次って、いや、多分こっちか。で、最後は、ここに丸があって、ここに縦線があったと思うんで、24？ 本当に合ってる？違うか？合ってんのか間違ってんのか分からんけど、無反応ってことはなんか違ってそうなんだよな。反応がないってことは多分違うと見た。あれ？押してなかったっけ？
いや、まあ、どっちにしても、どっちにしても無反応ってことは違ってそうだな。本当に？何にも？絶対なんかそんなことだと思うんだけどな。もう全然わからんわこれ。一通り考えうる可能性は試したつもりだけどな。なんか考え方が違うんか？それか、今のところ15までしかやってないんだけど、16以上の数字がありえたりするんかな。これは16でいいとして、これもこれでいいのか。11と15で、これが今までは12、13か3と2しかやってなかったんだけど、16以上がもしあり得るとすれば、16でしょ ?17、18、19、18。ってどうよ。これが19で、18。あ、でもこれマックス24だよね。ってなるとここの入力が困るな。多分ここに入れる数字24じゃ収まんないでしょ。20でしょ。21、22、23、24だもんね。ここで0? 1? 2? 3? 4? と 2? いや、それはないよな。逆か。いやー、ないよね。ないよね。特に何か変わるわけでもないよね。それともなんか密かに変わってんのかな、どっか。いや、でもなんか変わったって明確にわかる反応があってもいいよね。しれっと変わってたりするんかな。外、例えばこの数字が変わってないよね。うん、こっちになんかあったりはなさそうだよな。変わってなさそうですね。ん？こっちも変わってないよね、多分。何にも。あれ？いけんじゃん。え？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 なんで？
さっきの入力で？え、謎解きの方向性が全然違うんだが。え？え、ど？え？え？わからん。え？え？何が良かったの？え、もしかして、この、なんかこのワイヤーが、なんか巻き取られたから進めるようになったってこと？わからん。まあいいや。進めるようになったからいいや。ちょっと待って、一旦、写真撮っとこう。これ、俺よくこのタイミングでここ来たな。自分で自分を褒めたいわ、それに関しては。なんもないか。とりあえず進もうか、じゃあ。お。こっち行けそう。なんかいろいろ行けそうな場所があるね。あれ？進めるように見えるんだけど。進めるように見えるけど進めないっすね。おうおうおお。おおお。数字が書いてる。数字が書いてますよ、これ。ちょっと待って。ちょっと待ってくださいな。これで。よいしょ。そういうこと？この、こいつは、別の謎解きで使う？いや、別じゃないよな。え、でもこれ、やっぱあそこで入力するんだよね。そういうことか。あの、真ん中の、あいつに騙されたな、俺。全然入れる数字違うじゃねえか。ちくしょう。で？ってことは、あと二つあるんだよね。どうしよう、ぼちぼちなんか、ハゲポイントがやってきそうな気もするな。こっちは進めない。ここに来れてもな。ああ、登れるわけじゃないのか。周りには何もないか？怖えな、これ。落ちたら絶対死ぬよね。怖っ。でももしかしたらこの辺に数字が書かれてる可能性もあるから、ちゃんと見ておきたいな。うわぁ。絶対柵いるでしょ、これ。なんで柵作んないんだろう。毎回そうだよね。ドニジン毎回そうだよね。こういうところに絶対柵作んないんだよ、あいつら。なんでだよ。安全性を考慮しろよ、もっと。絶対今だったらこれ建築基準法違反ですよ、これ。この真ん中のこっちに行くしかないかな。他に、お、入れますね。入ってみるか。入ってみるかって言いながらこれ。いや、待ってよ。こっちに行けそう。お。
全然分かってないけど、これも大事そうですね。今のところ見つけたのはこの2つだよね。ってことは、こことここがまだ分かってないと思っていいのかな。で、これは分からん。まあいいや。ちょっと待って、なんかあんじゃんこれ。そういうこと？なるほど。これで下に行けるわけか。下に行って何が、なんかいいことがあるのかな？ここにもボタンがあるね。しまった。興味本位でやったら、もう一回開けれる？それともこれ、ここは、退路を断った方がいいんかな？まあいいや、とりあえず進んでみるか。なんかどんどん進めるけど。これはもしかして？いや、思ってたのと違うな。望遠鏡かと思ったら違いそうですね。よくわからん。動かないじゃん。こっちは？無反応。ええー、いやだから、待ってよ、これなんかロープウェイ的な何かが呼べるっぽいぞ。呼べるっぽいんだけど仕組みがよくわからん。他に触れるところは、なさげ？とりあえず戻るか。いや、やっぱここ、退路を断った方がいいのかもしれないな。こうしてから、あっちで、なんかレバーを動かすと、ロープウェイを呼べるとか。なんか、そんなことがあったり、なかったり。ほら！ほら、やっぱそうだ。あれ？ちょっと待って。こうやってみたらどう？なんか音はするね。なんかの音はしてるんだけど。これひょっとして何回かやったら、何回でもいけるか？それともこう一回レバーを動かすたびに何かがこっちに近づいてきている。
そんな感じもしないけどな。とりあえず動かなくなるまでやってみるか。そんな時は来るんかな、これ。別に何かがやってきてるわけでもないよな。わからん。ちょっと一旦置いとこ。他になんか行けそうな場所があった気はする。で、ここ開けて、よいしょ。他にはここって入れんのか。これはなんか入れるもんではないのか。そうか。なんか、さっきのレバーを動かしたことによって変わっているところとかはないかな？なんか予想外の場所に変化が起こるからな。さっきのやつもそうだけどさ。ないか。ってなると、今度はここの謎解きか？この、さっきのレバー。あれをどうにかしないといけない？危ねえな。